どうもヒロですえー、今回の固有チーム作成動画なんですけどもえー、久々に喋りながらやっていきたいと思います。 え、まあね、ちょっと説明が今回いるので、久々にね、ほんと、当に久々ですね。もういつかも覚えてないですけども、喋りながらやってるのがね、やっていきたいと思いますので。でですね、今回なぜ説明がいるかっていうことなんですけども、え、ツイッターの方で、え、次回のね、こういうチーム作成動画、どんなチームがいいですかねっていうツイートをさせてもらいまして、え、そちらにね、リプいただきまして、え、ラリーガの 外国人枠に沿った形で見てみたいですというリプいただきましてね。なので、まあ、2部になってるんですけども、レガネスですね、えー、まあ、その形に沿った、えー、チーム作ってみました、今回。なので、これがもしかしたらね、あの、次回のキャリアに行けるかもしれないので、面白いなと思いまして。うん。なので、えー、今からね、メンバー紹介していきたいんですけども、で、久々にこういうキャリア始めれる スタート地点みたいな感じでね、させてもらってます。えー、監督はこういう監督で、ハビー・ロペスで、えー、やっております。今回ね。えー、監督っぽいかなと。このちょうど、えー、フェイスラインの肉付きがベテラン感あるし、監督っぽいかなと思いまして、今回選んでますね。うん。あとスペインなんでね、ちょっとどことなく指名をね感あるかなと思います。<laughs> 雰囲気ね、顔の感じというかね。はい。 では、えー、今からね、メンバー紹介していきます。で、あと、まあ、5バックにしてるので、それに合わせたコンバートも、えー、練習設定しているので、えー、そちらもね、紹介していきます。じゃあ、えー、あ、そう、その前に、えー、モグロ選手2人レンタル出てるんですけども、まあ、2人なので今回、えー、残しております。うん。はい、じゃあやっていきます。えー、まずゴールキーパーですね、アルバロ。で、次はモーロ。 で、えー、ビジャールの3人ですね。で、アルバロはね、あのー、今やってるキャリアで、えー、大活躍してますので、ちょっとポテンシャル一つ下がりましたけど、えー、非常に優秀なゴールキーパーです。で、えー、次ディフェンスラインですね。えー、まあ、左サイドなんですけども、今センターバックにコンバート中のビラ。 えー、ハビ・ロペスが元エスパニオールなので、エスパニオールの選手入れたかったので、えー、彼を入れてます。まあ、ベテランでチーム引っ張っていってくれたらいいかなという感じですね。で、次、サウル、えー、アラーベースだったかな。で、今、ウィングバックに、えー、コンバート中です。で、ヌクンク、えー、っと、エバートンでクラブブルージュじゃあスタン、んリエージュか。リエージュに行ってますね。うん、レンタルで。 ね彼も今ウィングバックにコンバート中です。で、次センターバック、マルティン、えー、ビジャレアル、えー、ラージョからレンタルで行ってますね。で、カルドソ、えー、ベティスですね。ベティスはウエストの方からレンタルで行ってたかなちょっと覚えてないですけども。えー、ベティスに今います。で、因数は、えー、ウエスカ。うん。で、ビガス、えー、エルチェ。で、ブスティンサ。で、えー、次が、 右サイドバックですね。えー、ミラモン、レバンテですね。彼も今、ウィンクバックにコンバート中です。で、ローアス・リューだったかな。ローアスリウ・リ、え、ュー。ブレントホードですね。で、アルトゥール、えー、コロンバス・クルー。えー、ミッドフィルルーですね。えー、アルトゥール、コロンバス・クルーです。で、えー、レメディ、えー、サンホセ。えー、メジャーリーグサッカーのサンホセですね。はい。で、パルド。 で、えー、ガルシア、ジローナですね。で、メドラン、えーとね、ターオ、ターオンだったか、ターウェンだったかな。えー、サウジアラビアのチームにいますね。で、カマラサ、えー、ベティスです。で、タバレス、えー、彼は、えーとね、忘れたわ。ちょっとね、多分ね、チームはわかるから、ちょっと、ちょっと待ってね。 名前を忘れたエンブレムとかめっちゃ覚えてるけどえー、っとあここ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 にいる確かここだったはず で違ってたら困るからちょっと待ってね。<laughs> 可能性あるからな。あ、合ってる合ってる。えー、このチームにいます。はい。チーム名を忘れてしまった。で、えー、っと、次はえー、テレパシフですね。えーレと、レディング。ワトホードから行ってますね。で、レシオ。 で、ファルケですね。ファルケはね、えっ、ー、とね、アメリカで狩りっていう、えー、これはどこのチームだったコロンビアとかだったかな。のチームですね。で、エラソ。で、えっ、ー、と、彼があ、間違えた。 あ、ニョムですね。合ってるわ。うん。いや、思った名前がニョムだなと思ったけど。ちょっと不安だったんで、今。<laughs> 調べてた。えー、ニョムですね。で、イバネス。で、えー、っと、次、フォアですね。えー、カラマン。カラマンは、ベシークッタシュだったかなうん。確かね。 あそうですね。合ってますね。で、セルジー・サントスですね。は、えー、フィアデルフィアですね。で、フォンテ、フォンテは、エストリルかなこれは、読み方は合ってるのかなそれで。確か、ポルトガルリーグの前半戦めちゃめちゃ、えー、バンクロワセしてたチームじゃないかな。 エストリルですね。確かなんか周囲ぐらい行ってたんじゃなかったっけなんか首位争いしたような気がするんだけど。で、バウティスタですね。で、このメンバーで作りました。で、えーと、とりあえず、コンバートしてるのは、えー、まあディフェンスラインの選手ですね。ファイバックにしてるのはウィングバックにしてたりとか、あとセンターバックにビラしてたりとかね、そんな感じです。うん。 ええとね、結構、いいメンバー入れたかなと。あと、外国人枠になるのが、えー、このアルトゥール、えー、レメディ、で、セルジ・サントス、この3人ですね。えっ、ー、と、デレバシフとか、あと、ローアス・リーとか、えー、あと、ヌクンクとかですね。えとは、えー、ニョムとか、 そんな、あとカラマン。え、カラマンはね、えっ、ー、と、ラリーガだけトルコがね、あのー、外国人枠にならないので、えなので入れてます。かなうん。今、えー、この、アルトゥール、レメディ、セルジー・サントス以外の選手は外国人枠に入らない、えー、国の選手たちで固めております。他の選手はもうスペインとかね、になりますんで。 あの結構いいメンバーかなと思ってます、個人的に。これ、あの、まあ、フォワードがちょっと弱いんですけど、まあ、2部なんで、こんな感じで全然いいかなと、うん。で、まあ、フォワードだけ補強をねあの、したらいいかなと思いますね。他のポジションに関しては、まあ、成長したりとか、まだ伸びたりする選手が結構いるので、 うん。なので、まあ、あとセンターバックのところちょっとベテラン多いので、うん、人、えー、まあ1年目は、えー、このマルティンとカルドソン成長させながら戦ってもらって、2年目ちょっとお金増えたら補強してもらうみたいな感じでね、やってもらえたらいいかなと思いますね。うん。中盤に関しては、えー、まあいいメンバー揃っているので、うん。あの、昇格争いは全然余裕でできると思いますね。 うん、はい。ってな感じでございます。あと、この、エース角で、えー、ファルケがね、ホルケか、ホルケがいるのが、いいかなっていう感じですね。うん。はい。じゃあ、これぐらいかな。あとはもう、ファイバック、今お気に入りなので、設定してるぐらいですね。はい。じゃあ、まあね、ね次のキャリア、ラリーガで、 やりたいなっって思って思るんでこのね感じで作ったのはすごく参考になってよかったですね。ただラリーガンのどのチームでやるかが問題なんですけども。うん。ね。どこでやりましょうかね。なんか前にやったチームでもう一回やってもいいかなって最近思い出してるんやけどね。うん 最近ちょっと危なくて、あの、バルサとかさ、アトレティコマドリーとかさ、あの、ちょっとやったろうかな、とか。<laughs> ちょっと気が狂ったかのようにね、今ね、ちょっとね、思ったりしてるんですけど、やばいやばい、違う違う。その枠じゃない、俺は、と思いながら <laughs>。思ってるんですけどね。まあね、ラスパルマスとか面白そうだな、と思うんですけどね。はい。じゃあ、まあ、とりあえずそんな感じで、作りました。 なので、えー、今回はね、これぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。